はい、ゆうすけです。2015年1月下旬発売予定だった、ワンピース一番くじの熱き絆編を、また5回やってきました。とこれはコンビニなどでできるくじで、外れなしで絶対何か当たるやつで、1回620円ですね。はい。で、前回の動画でも言ったんですけど、これはエースとサボとルフィがメインになってて、本当に、下の方の章でも結構いいのが多くて、何が出ても、本当嬉しいって言ってたんですけど、で、また5回やったんですけど、もう、はい、見えてるんですけど、はい、B 賞のエースフィギュアが当たりました。はい、まさか当たると思ってなかったんですけど、まだ結構あったんですけど、うん、当たりました。はい、でこれは最後に開封したいと思います。で、はい、ゲットした4回を今回、まず紹介したいと思います。はい、はい、まずは F 賞のメモリーズラバーキーホルダーですね。全3種類で、僕はルフィを選びました。はい、じゃあちょっと開けてみますね。はい、こんな感じでキーホルダーとして使える。で、ちょっと質感はゴムっぽいやつですね。はい、ルフィだからとかじゃなくて、全部そうですよね。全部ゴムっぽいやつですよね。で、他にも種類はエースとサボがあります。で、裏面っていうのかな。裏面は、漫画のシーンのイラストがあります。これパチンとつけて、こんな感じで。はい。で、エース、ルフィ、サボの中だと、エースが好きなんですけど、他の章でも、なんかエースと、で、エースの次だったらサボが好きなんですけど、エースとサボばっかり選んでるんで、これはルフィを選びました。はい。で、これが一つ当たりました。あ、すいません、嘘つきました。2個当たってました。はい。あ、そうだ、エース選んで、ね、大体次サボ選んじゃうから、ルフィ選んだんだ。そうだそうだ。すいません。あ、じゃあこれも開けます。はい、すいません。これ何日か前にやって、で、今動画撮ってるの、9時やってすぐじゃなくて、結構日焼けてるんで、ちょっと他何当たったか忘れてました。はい、というわけで、エースの、何でしたっけ、これ。メモリーズラバーキーホルダーですね。はい。いや、本当にこの一番くじかっこいいのばっかなんで、本当に、うん、何当たっても嬉しいんですね。で、ちょっとルフィのと比べると、あ、ちょっと違いますね。やっぱルフィは、ルフィのやつだとルフィメインで、エースだと、エースがメインになってる。イラストなのかな、これは。まあ、とりあえず違いますね。じゃあサボのやつも違うかもしれませんね。はい、で、まあこれもパチンとボタンみたいなのつけて使います。はい、というわけで F 賞が2つでしたね。はい、すいませんでした。はい、で次が愛称のハンドタオルで、前回はエース選んだんですけど、今回はサボを選びました。はい、全3種類ですね。じゃあこれも袋から出したいと思います。はい、こんな感じの
ハンドタオルです。いや、今回のくじ、これが一番下の賞ですからね。これでも全然嬉しいですよね。はい、いや、サボもやっぱりかっこいいですね。裏はこんな感じで、はいはい、これも普段の生活で、使いたいと思います。はい、ではい、こちら C 賞の、ブランケットが当たりました。上から3番目のやつですね。いや、今回いいっすね。 B 賞と C 賞当たってなかなかの運、引きの強さですね。はい、これも開けてみたいと思います。はい、ちょっとカーテンに洗濯バサミでつけてみました。こんな感じで、サボ、ルフィ、エース、小さい頃のもありますね。で、結構これあったかそうなんですけど、ちょっと結構薄いんですよね、これ。はい、なんでちょっと冬でこれ1枚だときついですね。で、ちょっとかけるにはちょっと小さいですね。はい、なんで膝掛けみたいなのにはちょうどいいかもしれないです。まあ、裏はこんな感じ。はい、まあ、とりあえず、飾っとくのがいいんですかね、これ。かっこいいんで、はい、ちょっと床に置いて見せたいんですけど、ちょっと部屋汚いんで、部屋がちょっと嵐来た後に泥棒入られた後みたいなめちゃくちゃなことになってるんで、ちょっと、はい、カーテンに洗濯バサミつけて、はい、見せてます。はい、じゃあ次ラストですね。はい、じゃあラスト、この B 賞のエースフィギュアを開けたいと思います。後ろはこんな感じで、ルフィ、エース、サボの小さい頃の写真があります。はいはい、とりあえず箱から出したところなんですけど、いや、かっこいいですね。はい、もう組み立ててあるのかな。はい、じゃあこれ外します。はい、出しました。いや、かっこいいですね。やばい、この日のちょっとスケルトンっていうのかな、なんかとこもかっこいいですし、なんか色がなんていうのかな、なんかちょっと砂漠にいる時みたいな、なんかちょっと砂がかかったような感じの色、ちょっとわかりにくいですね。このズボンみたいな、このズボンわかりますかね、この黒にちょっと砂がかかっ砂かぶったような、いい感じの色の、はい、あれです。はい、なんかかっこいいですね。で、台座に、台座に名前も書いてあるんですよね。ポートガス D エースって。はい。で、後ろは、はい、白ひげのマークに。こんな感じで。かっこいいなぁ。かっこいい。ちょっとあれ、並べてみますか。ちょっとサボとラストバージョン前作の、はい、かっこいい。あ、これはちょっと違う動画で紹介したやつです。はい、かっこいいですね。やばい、やば、めちゃめちゃかっこいい。でも、これ置いとくだけでもね、部屋がかっこよく見えますね。いやー、もうサボは本当にたまたまっていうか、なんか運じゃなくて、あ、まあ運かな、残り少なかったんでゲットできたんですけど、エースは本当にまだめちゃめちゃ残ってるところでゲットしたんで、なんか嬉しいですね。それは、そっちはなんか実力で取ったみたいな。はい、というわけで、
今回の一番くじ、熱き絆編の結果は、もう最高でしたね。もうそのくじの商品も全部、本当いいものばっかなんですけど、B 賞のエースゲットできてよかったです。で、あと持ってないのが、出てないのが A 賞のサボのフィギュアと、あと何だったっけな。あとは、D 賞のロングポスターだけですね、出てないの。なんでちょっと被る可能性が高いんで、もう、やめときます。で、ラストワン賞が、サボなんですけど、まあそれが少ない回数でゲットできそうだったら、やりたいと思います。というわけで、エースゲットしたよっていう報告でした。ご視聴ありがとうございました。